はい、こんにちは、ふなっちです。今日はこちらの RZV500R、 まあ状態の確認動画ということで撮影していきたいと思います。まず周りを一周しましょうね。でこちらの車両は、まあ、うちの父親が新車で購入して、そうですね、まあ、かれこれ20年近く、そのまま放置されていた車両になります。でまあ、シフトの動きとかキックは降りるので、ちょっと後ほど、まあ、動画で確認したいと思います。まずですね、まあ、古い車両にありがちな、まあ、タンクですね。ちょっとこちらタンクは多分もう現状その液が漏れたりっていうのはないんですけど、まあこんな感じですね。この内部までこうびっしりこのサビが入ってるような感じですので、ちょっとサビ抜きしてもちょっときついんじゃないかなと思います。じゃあちょっと細かいところを見ていきましょうかね。メーター走行距離は2万キロで、この辺りは放置に伴ってなんか塗装が浮いてきてますね。でこのカウル、ちょっと保管中に何か当たっちゃったみたいでちょっと割れちゃってます。こっち側ですね、こっち側は綺麗です。でこのカウル止めてたビスがちょっとどっか行っちゃったみたいで、今ちょっと仮止めでつけてます。フロントフォーク周り、ちょっとさっき洗ったので水滴がついてますけど、まあこんな感じです。で、まあ、洗ったのでこの辺りのにじみの油とか今取れてるんですけど、まあ、この辺りはもうオーバーホール前提っていうような感じですね。まあ比較的綺麗かなと思います。こっちのアンチノーズダイブですね、もうちょっとフルードが漏れちゃってにじんだのかな。こちら結構綺麗ですね。じゃあ、こっちから回っていこうかな。で、まあ、こちら、2ストローク 500cc V4 のエンジンになるので。で、スロットルはですね、まあ、固着はしてないけど、動きすごい渋いですね。まあ、この辺りもすごい、まあ、この辺りも要オーバーホールかなって感じです。あんまり無理して動かさない方がいいのかなと思います。ちょっと後で下ろしてみましょうかね。チャンバーは、まあ、若干点サビがあるかなっていうような感じです。後ろ足です。この4本出しのマフラーが印象的ですよね。で現状エンジンはかかんないんですけど、まあ押し引きはできるような状態で、で押し引きできます。ではついでにこっち側向けてきたのでキックを下ろしてみましょうかね。ちょっとあの作動音も聞いてみてください。まああんまりこういう放置した車両のキックを下ろすって良くないんでしょうか。キックの位置高えなこれ。上げて。こんな感じです。ボコボコボコっと
適度な抵抗とともに圧縮を感じますね。まあ圧縮を感じますっていうだけで僕圧縮とか測ったことないので、まあそのあたりは素人の感想になります。ちょっとこのシフトの動き見てみましょうかね。クラッチは生きてます。ちょっと前後動かしてみて、うん、あ、今1速入ってるみたいですね。2速3速4速5速うん、RZV って5速だったかな。あ、いや6速今入ったかな。5速今何速だろう。今1速に入ったな。うん、よし、今ニュートラルですね。まあ、何もしなくてもこうやって手でカチカチカチって入るのかもしれない。ああでもね、やっぱ一足ずつしか動かないよね。まあ一足で、まあニュートラル。中のシフト関係の状態は、まあ正常に動いてるみたいです。まあ、一通り見てみましたね。まあ、フルレストア前提の車両になるので、まあ、これから一から直すぞっていう方向けの車両です。書類も紛失してますので、書類起こしに、腕の覚えがある人、お願いします。まあ、フレームの打刻とかはですね、こっちにきっちり起こってますので、シート開きます、はい、でやっぱりこの後方排気って言っていいのかな、後方排気の上2つの排熱がすごかったみたいで、ここになんかアルミホイルがしてありますね。純正工具が入ってます。こんな感じですね。ちょっとまたがった感じをお見せしますね。僕が身長が160センチちょうどなんですけど、まあ結構小柄なバイクかなっていう印象です。説明しきれないところもあるんですけど、本当に購入したいっていう方は連絡をください。できる限り対応いたしますので。というわけで RZV500R の、まあ、紹介でした。ちょっと車体的なうんちくはですね、僕ちょっとこういうバイク乗ったことがないので、ちょっと本当に動かした時のフィーリングとかは全く分かりません。ただすごいですね、なんかかっこいいなこれ。ただただかっこいいなっていう、かっこいいなっていう感想しか出てこないですね。まあもしかしたら続編で動画を出すことがあるかもしれないので、まあもしよければご視聴いただければと思います。ということで、今回は RZV バイク R でした。ありがとうございました。